橋本ホビーへようこそ。今回はこれ。今回はね、まあちょっと休憩会というか電気小物をねちょっと買ったので、まあ、紹介していこうかなと思います。で、一つはライトニングケーブル、純正のケーブルね、やっぱり良くないねっていうことで、充電がちゃんとできなくなっちゃって、まあ慌てて注文しました。で、もう一つはこれ、3ピン2ピン変換アダプターっていうやつですね。アースをピンタイプからコードのタイプに変えるものです。じゃあまあ早速開けていこうか。これもね、別にどっちも安いの買っただけで、なんかどれがどうとかいうのはないです。これがね300円だったかな。こういう3つ目がついてるやつあるでしょ、あれを2つに変えてアース線が出てるよっていうタイプですね。で、これまあ多分ね、時系列的に新しいスイッチングハブネットワーク機器をね買いましたっていう動画が多分先に出てると思うんだけど、あれがね3ピンだったので、まあ2ピンにするアダプターを買いましたっていうことです。で、一応これちゃんとつないでねっていうことになってますからね、気をつけてください。もし繋がなかった場合なんですけれども、漏電した時に感電する恐れがあるっていう感じかな。これがきちんと繋がっていれば漏電ブレーカーが落ちたりだとか、そんな感じになるんじゃなかったかな。まあ、アースはね、まあ、あとは自己責任でお願いします。こういうタイプにしても繋ぐのが推奨ですからねっていう感じです。で、もう一つライトニングケーブル、まあ、手で開けられるようにはなってるけれど、えいっと、ほしょしょ入ってんだけど。で、まあこんな感じ。まあケーブルは白を買いました。別に何色でもいいと思うんだけど、全部の色を一緒にしなければいいと思う。黒とか白とか、まあカラフルなケーブルとか、いろいろね、使ってれば、ケーブルがね、どれが何用か分かんなくなっちゃうよっていうことは少ないのかなと思います。で、今回買ったのはエレコムのもので1メートルですね。まあ純正と同じぐらいの長さかなっていう感じ。一番安いの買いました。もっと安いのはね、0.1 メートルとか 0.3 メートルとかあったんですけど、ちょっと不便なんでね。外出用とかだとね、1メートルじゃなくて 0.1 とかでモバイルバッテリーとつなぐとかね、そういうのには便利なんですけど、通常ね、家で使うには1メートルぐらいあった方が便利なので、1メートルを買いました。で、エレコムがケーブルがいいのかどうかは知らん。初めて買った。エレコムのこういう系のケーブルね。スマホとかタブレット系のケーブル。自分はどこ使ってたっけな、オールテックだったかなとか、あとは、アンカーとかですね。アンカーとか買うことが多かったですけど、まあ今回はね、たまたまこれを買ったって感じですね。アンカーよりこっちの方が安くなってたんで、これを買いました。今回はたまたまですね、価格的にそうなったっていうだけです。で、このケーブルはね、このマークついてますね。MFI っていうマークですね。Made for iPhone, Made for iPad, Made for iPod というね、意味なんですけれども、まあ、Apple がね、認めたケーブルということになります。これがついてないとね、不具合起きちゃうこともあるので、気をつけてくださいっていうぐらいかな。とりあえずね、今回はどちらもね、急いで使いたかったんで、急いでね、とりあえず撮影してるんですけれども、紹介するようなあれではないんですが、まあこういうのありますよ。3ピンから2ピンにするアダプターね。まあ知らない方もね、いるかもしれないんでね、こういうのもあったりとか。あとは、まあこれは、みんな知ってるよね、ライトニング。もうライトニングもね、そろそろ終わりの時期に近づいてきてるかなっていうのは気がするんですけど、もう全部 Type-C になるよね。 iPhone も Type-C になって2代目かな。で、2世代目ってことね。2世代目で、アクセサリー類も Type-C になってるよね、イヤホンとかいうのも。だからだんだんね、市場が縮小していくと思います。なので、まあ例えばイヤホンだとか、そうですね、 iPod だとか、何か長く使いたいなと思っている製品がある方はね、まあそろそろ予備も含めてケーブルね、買っといてもいいんじゃないかなと思います。まあガジェット好きな人はね、たくさん持ってるかもしれないですけど、意外とね、純正の1本しか持ってないよっていう方もいらっしゃると思うので、そろそろ買っといてもいいんじゃないかなっていう気はします。自分はね、なんかね、
充電できなくなったんだよね。断線はしてないんだよね。断線はしてないんだけど、なんかね、コネクタのとこがね、おかしくなってんの。だから買いました。全然箸休め会だったけど、まあこんな感じでした。こっちのこれはね、300円ぐらい。で、これは1000円ぐらいだったと思います。っていう感じ。最近ね、Amazon が送料無料が値上げしたじゃない？まあ最近でもないけど、もうだいぶ経つけどさ、2000円から3500円とかなったじゃない。だからこの手のやつがちょっと買いにくくなったよね。2000円だったらさ、まあこれ1000円で、もう一つ何か1000円だけ足せばいいじゃない。だからこれ300円で買ってるから、あと700円分何かさ、まあ適当に欲しいものリストにさ、これ必要だなっていうのをバーって入れといてさ、その中から、あ、これだこれだみたいなちょうどいいやつを買って、送料無料ラインに合わせるっていうことをやってたんですけど、3500円になるとね、ケーブルとかはちょっとむずいよねっていう気がする。で、プライムはね、長年入ってたんですよ。大した理由もないんだけど、まあ入るのやめちゃってって感じですね。まあでも送料が値上げになったんで、まあ入るかもしれないですけどね、わかんないですけどね。っていうことでね、今回はこれぐらいにしてね、終わりにしようかなと思います。この動画参考になる人はいるかな？いないかな？まあこの動画参考になったとかね、面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンのね、3点していただけるととっても嬉しいです。コメントの方もね、いただけると嬉しいので、気軽に書き込んでいってください。 X とインスタの方もね、始めてますので、気軽にね、声をかけてくれると嬉しいです。本日はこれまで。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。